はい、皆様ほうこんばんにちは、おついちでございます。それではおついちのデスティニー続きをプレイしていきたいと思います。さて、前回の続きはここから。まあ女王様に会いまして、ゲートロードの目を持ってくれば、ブラックガーデンの場所をね教えてあげるよっていうふうに言われましたんで、その約束を引き受けたんですが、まずはそのゲートロードが何かというのを確かめなくちゃいけないんで、金星に戻ってまいりました。さあ続きをやっていきましょう。この先かな、ちょっと弾がないから。で今回の武器なんでございますが、エキゾチック、新しいエキゾチック手に入れまして、このねハロスーパーセルっていう武器なんですけども、オートライフルなんですが、近くに敵がいるとあれですね、その付近にちょうどあのウォーロックのストーンマスターみたいなね感じで、なんて言うんでしょうね、感電する、付近の敵にこう感電をするというねスキルを持ってるちょっと変わった、エキゾチックのオートライフルを手に入れましたので、今回はこれを使っていきたいと思います。まあ、だいぶPVE ではかなり使える方というふうに言われてますけどもね、なかなか強いと思います。なので今日はこれを使っていきたいと思います。まあ、エキゾチック武器もね結構手に入っておりますので、そちらの方をねいろいろ話進んでいきますけども、その都度使っていこうかななんて思っております。さあ行くぜ。で、この先に巨大なベックスの反応があるので、そいつを倒して、解析しましょうっていう風にゴーストに言われましたので、そちらの方に向かっております。この辺で降りようか。スーパーチャージ、宿られた兵が来てるね。この宿られた兵が付近を汚染しているっていう風になると、こういう風にあの付近に宿られた兵が湧いて、でその補佐官っていうね、この小ボス、中ボスか、中ボスみたいなのがまあ出てくるんですが、その中ボスを倒していくと3回かな、3回ぐらい倒すと、まあ大将みたいなのが出てきて、そいつを倒すと、エキゾチックがね手に入ったりとか、この先です。あとはその反転ルーンっていうのが、ね、手に入ったりするんですよね。あいつだね、湧いてくるぞ。付近に宿られた兵も出てきちゃってるから、まあ両方倒しつつっていう風になるかな。 OK、 まずはそのサイクロプスを倒さないとね。おお、怖い怖い。ああ、誘爆してるのかな、誘爆というか感電はしてるのかな。もうちょっとで倒せるね。さあとどめを刺してあげよう。クライスノバボム、オッケー、倒した。こういう風にね近くにこう敵がいると、アークの攻撃を、アークっていうのは電撃系なんだけども、その攻撃をね当てるっていう特性を持っております。あいつが邪魔だな、あいつ倒すか。ほい、外した。感電しろ。オッケー、倒した、倒してないんじゃないか、倒したか。おお、怖い、やめて。くっ、いって。このね宿られたキャプテンっていうのがね一番こう厄介だね。やばい、新しいの湧いちゃった。くっ、これは場所が悪いぞ。タイミング、場所っていうかタイミングが悪い。まずあいつらをちょっと倒さないとやばいな。もうさっさと取って逃げればよかったんだが、宿られたキャプテンを倒す、ん？苦しみのキャプテン、あいつを倒している間にまた新しいのが湧いてしまったね。お、なんかバウンティーを消化したぞ。ここからここで隠れてもう一回倒すか。まあ、あの下のやつを取ればいい話なんだけど、その前になんかあれだね、ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろ重なっちゃってるけど大丈夫かな。よいしょ、ノバボム2杯、2鍵目、2発目のノバボムで取って、もうさっさと行っちゃおう。
ベックスバイン旅行をゲット。研究施設に向かいましょう。了解。実に興味深い。あお。あれですか、ゴーストマサハルってやつですか。彼らのマインドコアは生物組織です。基地のどんな生物形態とも違います。彼らの研究に興味がありますね。さあこの先だね、研究施設は。これらの遺跡は有史以前のものです。何億年か前のようですね。ベックスが隅々にまで侵入しています。何億年か前って言ってんだけど、じゃあ、あれなのかな、黄金時代に人間がここのね、彗星をテラフォーミングした時にももうすでにあったっていう話なんだろうね。その時からもう、あれなのかな、ここはベックスに支配されていたってことなんだろうか。この先どれっかいいな。研究施設です。オッケー。ホールンのせいでボロボロです。ホールンが嫌がるのか。まずは付近を確保しないといけないね。強いなこのオートライフル。強いというか、こう雑魚の排除には非常に有効ですね。近くの敵にダメージを通電してダメージを与えてくれるので、雑魚処理には非常に便利。まあこうやって離れたやつに撃ってもしょうがないんだけどね。固まっていたりすると近くに通電するという感じですな。 OK。 おお、しびれてるね。周りにも同じぐらいのダメージを与えている。 OK、 倒したぞ。弾がね、意外とね、レートが早いんだよね。多分モンテカルロと同じぐらいかな。で、どこを調べるんだっけ。ここか、どれだ。ベックスマインドコモノアを分析できるよう研究施設からホールを一掃しろ。まだホールが残ってるからダメってことか。しょうがないな、掃除を続けるか。ん、どこにいる。おお、まだそんなにいるの。ずいぶんいるね。ノバボム。オッケー。弾がないぞ。弾が欲しい。通常弾が欲しいね。2年目武器はあまりこうプライマリーってのはまあメインウェポンなんだけど、近くに中央端末があるはずです。そのメインウェポンにね、属性がついてるのは珍しいので、非常にこのスーパーセルは使えますね。特にあのナイトホールとかでアークバンがついてるとね、非常に強力だと思いますね。ゴースト展開。さあ調べてみよう、このベックスマインドコアを。再起動可能、何があるのか確認します。よろしく頼むぞゴースト。ベックスです、来ます。了解。おお、一気に掃除ができるな、いいぞ。装填して、はい、まとめてくれ。 OK。さあまとめて掃除してあげよう。しびれるぞ。ノバボム。OK。 彼らは無数の個体で一つの精神を共有しています。あの反応速度もうなずけます。まあ簡単に言うと立ちコマみたいな感じなんだろうね。アーピーが湧いたな。その奥からも来るか。来たな。狙撃される、危ないね。スナイパーライフルを持ってくればよかったんだが、スナイパーライフルを今回持ってきてないからな。まあうまくこのオートライフルだけで対処するしかないね。危なかった、後ろにいたな。 OK、 倒した。
倒したが、うわー、行さん来るな。おれ、奥のやつをまとめて倒したい。別のところから撃たれてるわ。そんなことはないか。通電しなさい。スーパーチャージャーがたまった。これはでも取っておこう。あと確かミノタウロスが結構後半出てくるはずだから弾が欲しいぞ。 OK、 弾ゲッチュー。アクシスホブゴブリン、ホブゴブリンはね結構ダメージ与えると途中でシールドを張るのでね、なかなか厄介だね。すごいな。さあ第3波が来るぞ。またハービーからか。何の音だ、何の音だ。あいつら歌を歌いやがる。あーミノが来たな。倒せるかな。あー怖い。よーし、観念してる観念してる。いいよ、素晴らしい。ノバム、オッケー。あーやばい、リロードして。来るな。よいしょ。おい。わ、死ぬ。きっつ。英雄。結構、こっちのキャラクターも290以上あるんだけどね。かなり手強いですね、敵が。このスーパーセルも290ぐらいまで上がってる武器だから。弱くはないんだけどね。逆を言うとここはスーパーセルを使ってて良かったかもしれないね。そこに1体いる。 OK、 いつになったら終わってくれるんだ。よいしょ。早いとこね、このボイドウォーカーのテレポートというかブリンク。もうすぐ終わります。取りたいんだけどね、まだ覚えてないんだよね。 OK、 クリアした。ふう、タワーのメインプラザにいる。クリプトアーキが話す。それぞれの X は惑星全体に広がる巨大なネットワークの一部です。システムに潜り込むことさえできればゲートロードをおびき出せます。なるほど。この武器かっこいいよね。 AK みたいだよね、みんな言ってるけどね。ブルパップ AK みたいでね、ちょっとかっこいいんですよね。できればドットサイトを乗っけたいところだが。よーし、クリアした。いやー、死ぬかと思った。さあどんどん進めていこう。これでクリプトアーキと話をしてゲートロードをおびき出す方法を探さなくちゃいけないな。タワーに戻ろう。あ、船新しくしました。これあれですね、アオーくんのリーフで主力で使ってる船ですね。船もね、てっきり最初の頃はこう空中戦みたいなシューティングができるのかなと思ったんだけど、未だに実装されないね。この辺実装されたらちょっと面白いと思うんだけどね。で、あ、一応294あるね。今はこういう感じですね。この高潔な雷が上向きにほとばしるっていうね。敵が固まっている、固まって立っている時、アーク系の弾薬が雷を連鎖させることがあると。でこれでダブルキルを達成するとスーパーエネルギーが少量チャージされ、マガジンに弾丸が戻されるっていうね、結構面白い武器ですね。
ちなみにメインキャラクターはね、やっと300を超えて303かな。こっからがなかなか難しいんですけどもね。今この撮ってる状況だとナイトフォールが改善されて、クリアするとね、結構300の以上のね数値が出るアイテムが結構ドロップするようになってるんで、いらっしゃいガーディアン。これのおかげでね、やっとここを早速見てみるとしよう。 OK、 マスターラフールと話す。ストライク系、要するにレードに行かなくてもようやくこう310を狙えるようになったんではないかと思いますけどね。ガーデンの実、マスターラフールと話す。ベックスの暗号解読は難しい。クリプトアーキでない者にとってはな。お前のゴーストにこのゲートロードを呼び出すためのコードを渡しておいた。これからもこういう楽しいパズルを持ってきてくれるといい、持ってきてくれていいぞと。いろいろ聞かせてほしいものだ。OK、これでクエストが先に進むわけだね。鑑定は300以上になってるメインキャラクターでやった方がいいかもしれないので、そっちで回しておきたいと思います。さあでは行きましょうか。続きね、ゲートロードの目。ちなみに今週のナイトフォールでは僕は307のゴーストの外皮が手に入ったので、ゴーストの外皮はね、300超えを手に入れるのは今まですごく難しかったんだけど、これでだいぶあれですね、光明が見えてきましたね。さてと、クエストがこれだ。ゲートロードの目。このファイルのおかげで何をすべきか分かりました。あとは行動に移すだけです。つまりゲートロードを倒すだけ。大崩壊の前、人はサービスを提供することで通貨を支払ってもらいました。預言者に正気を頼んだら承認してくれると思いますか、ゴースト。頼んでみればいいんじゃないか。時給20円ぐらいは上がるかもしれないな。金星の無限階段を守るベックスゲートロードをおびき出し、その首を青くんの元に持ち帰れ。ゲートロードの目のミッションを完了しろということで、これをやっていきましょう。もう一回金星かな。ゲートロードの目はどれだ、これか。ゲートロードの目、金星一緒のシンクレベル12、無限階段を守るベックス、それはこれは一緒だね。さあでは、光を240に変えてハードモードでレッツトライ。ベックスについて知るにつれて、なぜあのエクソがあれほど心配しているのか分かるようになりました。大崩壊の際、彼らは数日で彗星をマシンに変えたのです。トラベラーが止めなければ他の惑星すべてに及んでいたでしょう。ブラックガーデンに入るのです。ゲートロードの首が必要です。じゃあそのゲートロードの首をいただこうじゃないか。なあゴスト、まずは私がベックスのネットワークに侵入する必要があります。ゲートロードをおびき出すためです。案内します。了解。ブーン。ゲートロードの情報です。3階建てほどの高さでベックスが時から隔離している領域を守る。時から隔離、そんなバカな。このゴーストの一人ツッコミ好きよ。自分で言っといてそんなバカなとかっていうね、ゴースト可愛いですね。さあこっちだね。確かこの先で一回何かをするはず。あの奥か。近くに大規模な合流点。はい。利用すればネットワークに潜り込めます。了解。とりあえずゲージをはめたいので敵を倒してしまおう。スーパーチャージ貯めといた方が何かと便利なんでね。おお、ちょうどいいね。こうやってまとまってる敵にはちょうどいいな。OK、
現在メインで使ってるのはね、トラロックっていうスカウトライフルが非常にね強いので今メインで使ってますね。攻撃力も今309まで上げたんで、もう一個ねエキゾチックの、鑑定で310のプライマリーが取れればマックスまで上がるんですけどね。ウォーロックをやってる上ではかなり強力な武器に入るんじゃないかなと思いますね。全然やっぱりダメージが違うんでね。ミノタウルスを全員まとめて倒してしまおう。 OK、 こいつだな。まだいるか、いないか。暴走展開頼むぞ。大変そうな仕事ですね。何か分かったかい？無限階段と呼ばれる場所に向かいましょう。ゲートロードが見つかるはずです。了解。さあ向かうぞ。まあ場所は分かってるんでスパローでひとっ飛びだ。ひとっ飛び？ひとっ走りか。よいしょ。さあこっちに行って、ここを進んで、よし。あれこっちだよな。合ってるね。今のうちに言っておきますね。ゲートロードを見つけるには全ての移送ゲートに干渉するしかありません。これからが大変です。本当に？楽に進みたいもんだぜ。あ、ベックスがいっぱい出てくるんだろうな。出てきたよ。うん、ストーリーでは PVE ではこの武器かなり使いやすいね。まとめて倒してくれるのはありがたいことだ。シャットダウンしなければ次々来ます。シャットダウンということはあれを破壊しなくちゃいけないんだね。やりました。その調子です。了解。おお、本当だ、弾が戻ってきてる。ってことはダブルキルができる条件内ではずっと撃ち続けられるってことか。いやー、狙撃されるなここ。あれをまずゲートを破壊してしまおう。 OK、 破壊した。うー、怖い。一番やっぱりね敵でベックスは苦手かな。特にミノタウルスとねホブゴブリンが結構いやらしいんでね。ホブゴブリンはこうやってシールドを張ってでなかなかダメージが通らないし、ミノタウルスに至っては弱点がないんでね、ある程度火力がないと一気に倒せないっていう。まあ剣が増えたんで剣で一気に近づいてぶっ倒してしまうのが一番いいのかもしれないけど、今回は剣を持ってこなかったんでね、ロケットランチャーでなんとかしよう。OKよっしゃ。倒して上から攻撃されてるな、あいつか。こっちにもいる。うぅ、痛い。やめて。木に近づいてゲートを破壊しなくちゃいけないな。ノバボムで一気に破壊してやるぜ。 OK、 カニ歩きで狙撃されないように。あー、ベックスはね頭を破壊してしまうとなんかこう暴走モードみたいになってね、制御が効かなくなって勝手にねどんどん突っ込んでくるようになるんですよね。
これはこれでシールドを貼らずに貼らなくなってくれるんでありがたいんだけど、逆にホブゴブリあたりだと狙撃ライフルをぶっ放してくるんで結構逆に危なかったりする場合もある。こっちもあるか。どこ行った？結構あれですね、普通に倒してるだけでレアのエングラムは結構手に入るので、意外と日刊というかストーリーを普通に回しててもエングラムは手に入りますな。で、エングラムを鑑定してるとさっき話を聞いたクリプトアーキさんのランクが上がって、1ランク上がるごとに、レジェンダリーエングラムを入手する確率があるので、可能性があるので、レアエングラムをどんどん回してランクを上げて、でクリプトアーキから、アイテムをいただいて、そいつをまた鑑定に出すと。あ、しかもコインとね、光のかけらが結構もらえるので、まあ、ストライクを回したりしながらやるのもいいですな。まあ、できればねちょっとそのレードに行かないで310という、今現在光の最高数値を狙ってみたいけどね、果たしてレードに行かずに行けるのか。そのレードがね6人かなで行かなくちゃいけないんですけど、そのストライクとかはね勝手にその一緒にストライク行ってくれる人たちと自動的にマッチングをして行ってくれるんですけど、レードに関しては完全にもう8人あ6人かな集めなくちゃいけないので、なかなかねこう一人で遊んでる方にはきついコンテンツになってるんですけど、それのせいでね今までなかなかねレードに行けないと強い装備にならなかったんですが、今回はこのナイトホールの調整で、そのレードに行かなくてもかなり、強い装備を手に入れることができるようになったので、ぜひねノンレードで310いけるのであれば狙ってみたいですな。あそこです。あそこにゲートロードがいるはずです。あれだね、行きましょう。オッケー、どんどん進んでいこう。下にいるな。しかしまああれですね、2年目の武器はみんなおしゃれというか個性的で僕は好きですね。この間も話したかもしれないけど、やっぱり僕はオモロンがすごく好きなメーカーなので、今ねほとんど全ての武器がオモロンで統一されてる気がしますね。サブで使ってるフュージョンライフルもオモロン製だし、メインのプライマリーウェポンでメインで使ってるのもオモロン製だしね。どこだ？こっちか。来いよポンコツ、相手になったやつ。よし、この先にいるんだな。湧いてきた、ほれ。うわー、いっぱいいる。感電しなさい。
うう、いっぱいいる。いいぜ、まとまってればまとまってるほどこのスーパーセルの能力が生かされる。いるな。そのホブゴブリンをまずなんとかしないとな。近づいてくるやつにはピストルが有効だ。さてと、リングの中に入る必要があるようです。了解。形成されていっている。忘れ物、これを望んだのはあなたです。まあそりゃそうですけど。出てきた、こいつがゲートロードだ。おお、ちょっと下がろう。ヘビーウェポンが溜まってなかったからな。プライマリーとセカンダリーで何とかするしかない。オブゴブリンもいっぱいいる。 OK、 スーパーチャージが完了した。とどめはスーパーチャージで行きたいね。お、もう半分まで減ったから、まあ楽勝かな。なんて言ってるとサクッとやられるからな。痛い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 。あの黄色のアクシスホブゴブリンをなんとかしたいぞ。近づくしかないか。少し近づこう。あー来ちゃってる。よし倒した。怖い、下がる。残り8割ぐらい、残り2割ぐらいになったら削ってぶっ倒してやるぜ。うおっ、うおっ、よし倒した。あー、たまがねえ。いけるか、ノバボム。とどめがさせない。オッケー倒した。ふぅ、バッチリだ。スーパースキルでとどめをさせたかったな。お見事です。頭部をロックしてトランスマットしますか。お願いするぜ。これでブラックガーデンに入れるといいのですが、女王に鍵をもらいましょう。 OK。 さあということで今日はこの辺で終わりにしておきたいと思います。次回はこのゲートロードの首を持って、またね、女王のところに行きたいと思います。これであれかな、ブラックガーデンに入る方法を教えてくれると思いますのでね。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会うときはガーディアンの高火だ。ついてるわね、運もあれも。逃げることを恥じる必要はないぞ。臆病で失敗したことにさえ目をつむれば、それが賢い選択だ。逃げてなどいない。ゲートロードの首はないのか、アニア。ゲートロードなら打ち破りました。ゴースト。ブラックガーデンに行かせてほしい。どこにあるかさえ知らないのか。教えてやりましょう。ゲートロードから必要なものを取り出すのです。なぜです。死をお望みならここで殺せばよろしいでしょう。相手の真意を求めるならば自らの真意を明かすべきです。我が真意は純然たる忠誠。
同族へ、そして女王、我が妹へ。ならば願います。必要なものを渡しなさい。ダメだ、無駄手間だったな。残念ながら。おそらく。しかし役には立つはずです。受け取りなさい。トラベラーの名に免じます。火星北緯84度、東経32度、メリディアンベイ。あなた方への善意は示しました、ガーディアン。アウォークが協力を必要とする折にはそれに応じるよう我らは求めます。我々の恩義に報いよとおっしゃっているのだ。承知しました、女王陛下。幸運を。ハイタエリアを抜けられるかな、ね、